はい、おはようございます。沖縄おばばです。あら、かわいいでしね、見てた、ね、にっこりですね。はい、えー、皆さんどうもおはようございます。沖縄おばばでございます。はい、今日もね、暑いですね。なんか今日は本当あの、昨日はね、夕、え、べ、ー、も暑かったんですけど、まあ最近はずっと空調入れっぱなしです。夜も。はい。えー、でも、29度の除湿にしております。はい。二、えー、28度の除湿だとちょっとね、 えー、ちょっと、あのー、夜中にね、えー、ちょっと寒いことがあるんで、29度の除湿にしております。はい。えー、今はね、えー、冷房い入れてます。あのー、ちょっとね、今日は本当暑いんで、はい。32度ぐらいまで上がるんじゃないかな、那覇はね。はい。なんか沖縄でもないのに、あの、すっごい沖縄よりも気温が高いところ、すごく多くなってきましたね。 はい。昨日なんか猛暑日だったみたいで。皆さん本当にあの、梅雨明け、まだしてないんですけど、なんかちょっと天気本当におかしくなってるんで、えー、気をつけてください。まあ通常じゃ考えられませんよね。まあ、たまにこういう時ありますけど、はい。まだ梅雨明けまでですからね。皆さんのところはね。まあ、沖縄もとっくに梅雨明けしてますけど、はい。えーまあ夏です。はい。えー、でも、あのー、 普段の夏とそう変わりません。去年はね、2台、はい、え、クーラー、あいわゆるね、空調2台つけて、26度設定で動かしてたんで、えー、まあ、あなんていうのかな。それよりは全然、あの、過ごしやすいです。去年よりは。はい。えー、まあ、そういう感じですね。沖縄は。はい。えー、それからまた今日ね、 九州地方で大雨が降るということなので、九州の皆さん、あの、お気をつけてください。はい。えー、大雨もね、あの、浸水したりとか大変になりますから、以前言った、ああ、もしね、大雨降ってきてね、なんかおかしくなりそうで、えー、まあ、家の中からね、えー、浸水するということもあるんで、えー、以前ね、私が、あの、水能の作り方について、 えー、配信したことありましたよね。あの、土納じゃなくて、水、水をね、えー、ゴミ袋にま、二重に重ねたところにね、えー、45リットルですね、えー。水をいっぱい溜めて、えー、まあ、あ浸、浸水っていうか、水が入ってきそうなところに置いておく。いわゆる、あの、下水ですね。下水のところにね、えー、お風呂のね、えー、入って、 排水口とかそういうところに置いておきましょうということをあ以前ちょっとお伝えしたんですけど、えー、どうぞこういう時にね、えー、そういった豆知識を役立てるようにしてください。はい。えー、まあ今日のね、えー、朝のニュースなんですけど、まあおかしな、まあ本当おかしいなニュースばっかりなんですよ、本当に。はい。えー、まあアメちゃんはね、まあいつものことっちゃいつものことですけど、あの、乱のシャーがありましたよね、また。 沖、えー、お気の毒です。もう30人もね、えー、4してしまったということで、あの国本当にね、おかしくなってますからね、それに追随するように、えー、日本でも真似っこしておかしくなってます。はい。えー、まあ、日本もね、あの、5の10ですね、えー、女性がしてしまって、に、なんかね、えー、本当にね、10万、20万のお金で人生棒にするのはバカなので、 私はっきり言います。はい。10万、20万のお金で人生棒に振るのはおバカちゃんです。はい。本当に、えー、お金がなくて困った時は、社会,社会福祉協議会に行けばね、えー、一時的に20万ぐらい貸してくれます。はい。事情を説明きちんとすれば。はい。で、えー、たぶねそ、その時はあ、あれですね、なんていうのかな、銀行口座。はい。 の残高も必要なんで、もう残ってませんよっていうことを証明すれば、ああ、社会福祉協議会とかでね、あの、お金貸してくれるんで、はい利、利息なしでね。なので、そういうところを利用しましょう。はい。ええー、まあ本当に10万ぐらいのお金でね、一生棒にするのは、ああ、おばかちゃんのすることです。はい。ええー、あとですね、 えー、まあこれ、本当ね、日本語今後とも増えていくとは思うんですけど、えー、あの、ピーポーパーポーですね。はい。ピーポーパーポーが、あーまあ運転ミスでね、6分ぐらい遅れて、えー、赤ちゃんがね、4してしまったっていう事件があったんですけど、あれ最初から、えー、赤ちゃん息してなかったんですよね。 えー、吹き返したのかどうかはわからないんですけど、最初から、ああ、真のパイの停止だったところから始まってるんで、えー、これをね、消防隊員のせいにしてしまうのはお気の毒だなと思います。はい。えー、きちんとね、あのー、何かを、 まあ、調べてほしいなと思ってます。はい。えー、8ヶ月ということで。まあ、お父さんお母さんもね、あれ食べちゃってる人かもしれないんで、まあね、お子ちゃまはね、はい、お子ちゃまは本当にあの、影響を受けやすいんで、昨日もね、ライブで言ったように、えー、お子ちゃま本当にあの、影響を受けやすいです。はい、CA のね。えー、なので、もう本当にね、えー、やめてほしいんですけど、 えー、まあね、えー、例のね、あれをね、えー、まあやめる気配全くないんで、まあ利益でしか動かないんでね、この国が。もう自分で自衛していくしかないですね。あとは情報をいかにして集めるかです。えー、嫌だってこんな情報なんかネガティブで聞きたくないと思っても聞いておかないと、えー、対処ができなくなりますから。 はい。まあ、そういうことです。なので、きちんとね、えー、自分で対処できるように情報は集めておくということです。これね、情報を聞いてるだけではダメなんですよ。はい。えー、一番いいのは聞いたものをね、全部、まあ、全部記憶が確かならいいんですけど、えー、大体人間っていうのは忘れるんで、えー、ちょっとメモを取ってね、 メモを取って、過、え、剰、ー、書きにしておくこともいいと思います。そうするとね、思考がまとまります。で、これとこれをつなげていくことがどんどんできるようになるんですよ。はい、えー。そうすると、ニュース同士のつながりがどんどん見えてきて、何かの関連性に気がつくことが多いです。はい。なので、えー、気になるニュースがあったら、ちょっとメモをしておく。そういうね、えー、ことも大事かと思います。はい。 えー、ちなみに私はね、あのー、リーガルパッドっていうのを使ってて、えー、まあ,あこれはね破いて終わったら破いて捨てられるものなんで溜まっていくっていうことはないんですけどまあそういったね、えー、メモを取る習慣ですね、えー、それもね、えー、いわゆる脳の活性化につながりますから、はい、今ね脳がねあぼんぼーんってしてる人多いですからあなのでね こういったあなんかのニュース気になることがあったらメモをしておくこれ非常に大事なことだと思ってますはいまあ向こう側はこういうことはやらせたくないんでしょうけど頭を使わせたくないのでねはいまあそういうことですねあとまあねあげれば気にがないんですけどまあタロタロタロがね えー、私の番号のね、カードの名称変えますよって言ってますが、はい、言ってますがあ、何の問題の解決にもなっておりません。はい、問題が何も解決されておりません。名称変えたからといって、えー、何か問題解決するんでしょうか。プログラム全体を最あの、きちんと見直した方がいいと思いますよ。はい。 えー、プログラムに問題があって、こういうことが生じてるんで、えー、いくらね、確認作業をね、するって言っても、確認してもプログラム自体が間違ってたらね、また一からやり直しですから、はい。えー、頭大丈夫かなと思ってます、本当に。はい。えー、ちょっとね、えー、いわゆるね、えー、愛の9ですね。 えー、本当にねこれテストした方がいいと思いますあの議員の委員になる人はね、えー、少なくともあの普通の通常の人の愛の窮を持ってる人はい、えー、こういう人たちを議員にさせるべきであって、えー、あまりにも低い人がなってしまうと、あのー、国がめちゃくちゃになりますからねはいまあ、そういうことでございます。はい、あもうねもう嫌なニュースばっかりでございますけどね。 まあ、しょうがないです。はい。えー、まあ、嫌なニュースが多いということは、ああ、いわゆるね、あっち側の終わりも近くなっているということで、ネガティブイコールポジティブでございます。まあ、あと2年ぐらいこういう状態、えー、続きますけどね。はい。頑張りましょう。はい。うん、それでは、皆さん、またあ、今日も一日よろしくお願いします。元気で、生き生き、楽しく 暮らしましょう。はい。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。じゃま